こんにちは。今日は何の話をしようかっていうのは僕は知らないんですけれども、何の話ですか今日は。鉄道ファンの彼女に必要な条件みたいなの。はい。まあね、鉄オタ男性たくさんいますからね。鉄オタのあの子なんとかしたいみたいなね、人がもしいたらじゃあ見てくださいってことですかね。そんな人がどれぐらいいるのかな。どっかにいるかわかんないですけどね。パッと思い当たる必要な条件あります？いやまあこんなこと言わなくてもいいと思いますけど、鉄道嫌いっていう人はちょっともう諦めてください。好きじゃなくていいの、もう普通でいいの。好きじゃなくていいから、もう嫌いだけは本当にちょっと勘弁してほしい。逆に好きすぎて自分より知識ある人とかどうなんですか？いや全然そっちの方がいい気はしますけどね。ドライブデートとかそういうのも期待しない方がいいと思います。僕とかもそもそも免許取ってないですし、車乗る気ないし、鉄道で行けるところまで行くべきなんじゃないかなっていうのを思いますよ。だって環境にいいですからね。自動車じゃないといけない観光地とか日本中たくさんあると思うんですけど、レンタカーあるじゃないですか。行けるところまで鉄道で行くっていうのがあるべき姿なのかなと思いますけどね。ドライブデートとかで、ね、横浜とかね、まあ、海沿いの鎌倉のことか行きたいじゃないですか。絶対車良くないですか？鎌倉とかだったら道狭いですよね。あんな渋滞する時間食われるんだったら普通に、ね、電車で行ってある人多いじゃないですか。鎌倉といえば湘南新宿ラインとか横須賀線ありますけど、あれグリーン車2列2列掛けなんですよ。だからまあ大体ドライブデートみたいな雰囲気になるじゃないですか。でならないかもわかんないですけど。なるほど。まあでも2人掛けだからさ、グリーン券買えばね、別にその空気感としてはそんなに、ね、誰にも邪魔されないし。あとは江ノ電も結構楽しいですよ。車両も足したようで楽しいし、2人で歩いたりするのもいいんじゃないですか。鎌倉とかね、いろんなお店あって楽しいですし、横浜も別にドライブだって、みなとみらい線とかね結構奥の方まで行ってるし、あんまり別に車じゃなくたっていいんじゃないのっていうか、僕今お酒飲めないですけど車帰れないですよ。酒飲んだらそれちょっとどうなのって思うし、言われて気づいちゃいましたけど、駐車場とかね探すの結構大変だなって。そう駐車場探してる間に何かできるよっていう話です。強いっすね鉄道は。いや強いですよ本当に。これは鉄オタというか僕だけかもしれないですけど、僕乗車記録つけてるので番号はちょっとまず確認させてほしいですね。番号を取れなかったらちょっと発狂はしないですけど、でもちょっと本当に困るので、僕命かけてやってることなんで。あと申し訳ないけど、本当電車が遅れた時は本当ちょっと黙ってて、電車遅れるとね、急にほらある駅でなんか安全確認とかさ遅れたりするじゃないですか。そういうのってもうね、放送をちゃんと聞いてね、どこ駅で何があって遅れてます、何駅を何分出ましたっていうのを秒単位で見てるんですよ。秒がその59秒か0秒かでも変わるわけですから、そこね、本当ちょっと一瞬でも狂ったら本当に大変なことになるので、遅れてる時はもうお願いだからちょっと黙ってほしいですね。まあ降りればもう何でもいいですから。なんか割ともう電車乗るときは一人とかの方がいいんじゃないですかね。それはもうでも人によると思いますけど、僕の場合はそれでも一緒に乗りたいと思える人だったらいいかなっていう感じですかね。デートおすすめ電車みたいなのあったりします？個室ついてる車両とかはいいんじゃないですか。スペーシアとかね、個室ついてるし、まあ2人用個室ってあんまないですけどね、4人用とかの場合が多いので、ちょっと2人で乗ると割高かもしれないですけど、まあその分広く使えるので個室いいじゃないですか。で僕はよくなんか遠距離恋愛がどうたらとか言うけど、あんまそういう感覚がないんですよね。もう鉄道結構乗ってたりするとね、なんか日本中庭みたいな感じ。首都圏に住んでても大阪、仙台、まあ、盛岡とかもそうだよな、盛岡とか青森、広島、博多ぐらいだったら全然近所だなっていう感じなので、飛行機使わないといけないとまあちょっとなとは思うけど、例えばじゃあ羽田まで何京急ですぐ行けるでしょ。まあ新千歳とかだったらさ、例えばまあ快速エアポートでちょちょっと行けば札幌すぐわけじゃないですか。そんな別にね、遠いだのなんだのってね、別に距離を理由にしてなんかなることないですからね。別にレールは繋がってるわけですから、それで乗れば着くんだからね。そ
その時間を割きたくないと思う人だったら別れちまえよって話で別にいいんじゃないですかね。じゃあ例えばですよ、終点の駅の一個手前の駅に住んでたりするじゃないですか、はい、したらじゃあ路線ね、終点だったら、あ、この路線環状できた、もう一個行けばいいのになんだよっつって、終点だとありがたいですけど、でも何時集合とかあんのか分かんないですけど、その時間より前にね乗っとけばいいかなと思うので、彼女が電車好きじゃなかったら別に付き合わせる気もないので、俺が勝手に乗りに行けばいいよなとは思いました、ね、もちろん終点だとありがたいですよ。あとはまあでもドライブデートの振り替えとまでは言わないけど、鉄道に関してはね、最高のクオリティでプラン提供できる自信はそれはあるから、鉄道だわ。日本中どこに行くにしても最善のプランで出かけることはできるんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということで、僕の個人的な思いも入ってるのであれですけどまあ、いろいろ皆さんもね頑張ってください、はい、とりあえず鉄道たくさん乗りましょうということです。どういうことも全然今の話とそれてますけど以上です、ありがとうございました。